はい、シンです。本日の動画サムネタイトルの通りでございますが、僕のですねホームジムツアーをしていきたいと思います。イエイ。はい、チャンネルがね赤バンされてから、ホームジムのですね僕のホームジムのツアーしてなかったと思うんで、ちょっとね皆さんも、まあ、このご時世でホームジムやってみようかなとかそういった方がいらっしゃったら、少しでもね参考になればいいなと思って動画撮らせていただいてます。で、僕ねホームジム歴としてはかれこれ4年ぐらいなんですけど、実はね今年の5月に引っ越しをしまして、ちょっと節約しようと思って、僕ね自分の普通の自宅とあとホームジムっていうこの物件を ね2軒借りてるんですけど、もともとね、ホームジムとして持っていた物件が家賃がだいたい8万円ぐらいの、マンションだったんですけど、それのね半額にしまして家賃4万1000ぐらいかな、4万ぐらいの、アパートに、移動したらですね、もう壁がめちゃくちゃ薄くて隣の大学生からねもうバンバン殴られたりとか、ちょこっとベンチプレスでもうゆっくりねこう下ろしたりとか、もともと自分のあのマンション時代の時はすげえガシャガシャやっててもやっぱ特に何も言われなかったりとか、あの普通にこういうのもつけてなかったんですけど、やっぱこうね騒音がうるさいということでちょっとスポンジつけたりとかいろいろ工夫はしてるんですけど、ここでちょっと筋トレすると、ね、隣のうるせえガキが、すぐね管理会社に連絡をするんで、まあ、最近はもうここでのトレーニングは一切やってないです。まあっていうことなんですけどね、多少は参考になればいいなと。今日は大学生がこう学校が始まったのかな、あのいなそうなので動画撮ってますが、まあ、またいたらねこの声すら多分聞こえてると思うんでクレーム言ってくると思うんですが、気にせずに回していこうと思います。それでは、僕のですねホームジム見ていただければと思います。ゴー。はい、ということで、玄関からね紹介していきます。ここのね玄関が無駄に長いんですよね。ここにこう漫画とか置いてありますが、見てこの玄関のこの長さ、ここにね懸垂マシンとかいろいろね置いたりとかもちょっと考えたんですけど、まさかのね騒音でやたらクレームが来る場所だったんで、もうここでいろいろやる夢は諦めました。はい、この辺はね自分でちょっとこう取り付けて棚をつけた感じですね。はい、でこんな感じで進んでいきます。ちょっとねこう汚いんですけど、風呂とかも全くここでは入ってないんで、でここね開かなくなった冷凍庫と冷蔵庫があります。ほぼ来ないんでねここに。でおトレーニンググッズらしいもの、ここにまず一つ目ですね、パワーブロックがあります。 22.5kg、 まあもう正直これさえあればね全然いいよって感じですよね。はい、これがあればもう何でもできます。この花柄がねやたら昭和感出てますね。でメインのトレーニングルームがこちらと、ちょっと今汚いんですけど、はい、入った瞬間に見えますのが、まあ、資格、僕が持ってる資格だとか、あとはね、まあ、こうバーッと見ていただくと僕のベストボディジャパンのね、コンテスト成績が出てます。今年ねやっと金サッシュゲットできたんでめちゃくちゃ嬉しいですね。日本大会はね残念ながらトップ10止まりだったんで、まあ、また来年ね取れるようにしていきたいと思います。でここが、いやだいぶ太ったね。日本大会から今25日に撮影してますが、12日でこんな腹筋は消えてなくなりました。はい、ここがねもうメインのラックで、フラットベンチとあとはねスライムくんがいますが、インクラインのベンチもあります。このインクラインベンチね結構良くて、アームカールできるようなプリチャー台もあるし、あとはこっちの方にある、台もねレクエクステンションカールができるっていうようなものになってます。下にはね段重にもして、こういったものを引いてます。こんな感じですね。だいたいこの大きい鏡とか、あとはここにね、トレーニングマットとかありますが、これ1個1万ぐらいで、で、このベンチとか2万、3万ぐらいか、でこれも1万ちょっとぐらいで、
で、まあ、空気清浄機あってと、このラックも 4,5 万かな。でやっぱ重りが一番高かったかな。でパワーブロックと、まあこういったいろいろ置いたりして、まあトータル的に30万しないぐらいかな。で、僕のホームジムはできてます。はい、こんな感じですね。おい、ちょっとずつね、このホームジムの器具とかも少しずつなくしていくと思いますので、なんかこれ欲しいとかあったらちょっとずつ売っていこうと思ってるんで、興味ある方は、コメント欄までコメントお願いします。はい、僕のねホームジムはこんな感じです。はい、ということでツアーいかがでしたでしょうか。見ていただきありがとうございました。もともとね、ここはこう自分の事務所として借りた物件なんですけど、まあ、撮影、まあ、自分の家以外にこの撮影スタジオみたいな感じで、借りた物件がまさかね、非常に都合が悪いことばかりの物件ということで、全然活用できてなくて、まあ、宝の持ち腐れみたいな状態になってるんですけど、まあ、ちょっとねまた場所もおいおい移動しようかなとかいろいろ考えてるので、まあホームジムトレーニングとかね、どんどんまた投稿していきたいと思ってますので、ぜひご視聴いただければと思います。何かねホームジムに関することでご相談とかありましたら、何なりとお申し付けいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それではご視聴いただきましてありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバイ。